こんにちは、ディースケです。ということで始まりましたレゴのニュースをチェックしようのコーナーでございまして、本日は月一恒例の SNS や海外のブログで噂されている新作レゴのリーク情報をまとめて紹介していきたいと思います。2022年からスタートしましたこのコーナーですが、早くも4回目となります。SNS や海外のブログで盛り上がっている多くの噂の中でも、発売の可能性が高そうな情報をピックアップしております。そしてこれから紹介する内容はレゴ公式から発表されたものではないので、実際にどのようなセットになるのか、本当に発売されるのかはわかりません。そこはあらかじめご注意ください。それでは早速行ってみましょう。まずはエッフェル塔の大型セットが発売されるのではないかということです。実は2月下旬くらいに噂はされていたんですが、すみません、3月の動画にですね入れ忘れてしまいまして、今回の動画でチェックしようと思うんですが、10307という製品番号で、価格が630ユーロ、日本円だと現在8万円ちょっとぐらいですかね。かなり高額なセットになっています。そしてなんといってもセットで作るモデルの高さがですね、1メーター30センチぐらいになるということで、1メーター30センチって小学校低学年ぐらいのお子さんと同じぐらいの身長になりますよね。2021年に発売しましたタイタニックのセットがちょうど横幅1メーター35センチでしたので、このセットをねちょうど縦にしたぐらいになるのかなと思いますが、これ本当に発売されればとんでもない大きさのセットになりますね。一体どこに飾ったらいいのか今から迷っちゃいますよね。続いてはレゴアートシリーズから31306と31307という製品番号で、一つがローリングストーンズ、もう一つがミュージアムオブモダンアートというセットが発売されるかもということです。ローリングストーンズに関しては有名なシンボル、ベロマークとかになるんですかね。もしくはビートルズのセットのようにバンドのメンバーとかを描けるようなセットになっているのかもしれないですね。そしてもう一つのミュージアムオブモダンアート、これ何でしょうかね。ちょっと予想もできないんですが、気になる点としては今まで発売されたレゴアートシリーズって価格が全て100ドルを超えているセットだったんですけども、このセットに関しては値段が 79.99 ドルなんですよね。少し小さめのセットになるのかなって想像できるんですが、ピース数がね2870ピースということで、このピース数だと今までのレゴアートと同じぐらいでもあるので、ちょっとますます謎が多いセットになりますね。続報を待ちたいと思います。続いてはレゴアイデアシリーズからすでに製品化が決定していますゴッホの星月夜についての続報です。製品番号は10333で、価格が 159.99 ドル、発売日は5月か6月になるということです。もうめちゃくちゃ有名ですよね。オランダの画家のゴッホの代表作の一つ、星月夜をレゴで見事に再現したセットになっています。レゴアイデアで採用された元のデザインがこちらになるんですが、これをレゴのデザイナーさんがさらにクオリティアップして発売に至るんですが、ゴッホのねミニフィグも付属するとは思いますし、正式な発表がとても楽しみです。続いてはレゴボタニカルコレクションシリーズから10309と10311という製品番号の画像がリークしました。2021年からスタートしていますこのシリーズですが、今までは盆栽など3つのセットが発売されて、これぞ大人レゴっていうシリーズではありますが、そこに新たに2つのセットが追加されるということでこの画像がリークしたんですが、その直後になりますかね、レゴ公式から正式な発表がありました。5月発売予定ということで、このセットは改めて別の動画でお届けしようと思います。続いてはレゴジュラシックワールドシリーズについての続報です。2022年4月17日発売予定の新作セットをこちらの動画でチェックしていきましたが、その動画の最後に76949という製品番号のセットがまだ未発表の状態ですとお伝えしたんですが、こちらのセットの画像がリークしました。ティガノトサウルスとテリジノサウルスが付属しているセットで、ミニフィグも6体付属しています。アラン・グラント博士もちゃんと付属していました。トイザラスのオンラインショップでは2022年4月17日発売って表示されているので、レゴ公式オンラインショップでももう間もなく正式発表されると思います。もしかしたらこの動画をね公開している時には正式発表されてるかもしれません。そして最後になります。先日こちらの動画で紹介しましたレゴハリーポッターシリーズの7つの新作セットが2022年の6月に発売予定となっていますが、これ以外の新作セットの続報になります。75405という製品番号で、ハリーポッターではおなじみのホグワーツ特急と駅舎のセットになるということです。そして今回驚くべきはセットの価格になるんですが、なんと 469.99 ドルということで、かなり大型のセットになると思われます。このホグワーツ特急
特急と駅舎の組み合わせって今までもね、製品化されてるんですが、値段が今までの数倍なので、これはかなりね、期待できるセットになるのかなと思います。はい、ということで2022年に発売が噂されているセットの中から発売の可能性が高そうなセットの情報をチェックしていきました。どれも正式な発表と具体的なセットの内容がめちゃくちゃ気になるところなんですが、皆さんは欲しいな、気になるなって思うセットはありましたでしょうか？コメントにぜひぜひ書いてもらえると嬉しいです。もちろんレゴ公式や SNS で新しい情報が届き次第改めて動画にしていきますので、良ければチャンネル登録して続報をお待ちいただければと思います。ということで本日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。